北九州エコタウンは、福岡県北九州市が国の承認を受け、進めている事業。エコタウン事業に基づき、北九州市若松区響灘地区にリサイクル業を中心とした企業団地及び企業や大学による実証研究エリアからなる。エコタウン事業とは、地域の産業蓄積などを活かし、環境産業の振興を通じた地域振興及び地域の独自性を踏まえ、3R への取り組みや、様々な廃棄物を他の産業分野の原料として活用し、最終的に廃棄物をゼロにする、ゼロエミッションを目指し循環型社会の構築を図る、環境調和型のまちづくりを行う、地方自治体のエコタウンプランを国が承認し支援する制度で、北九州エコタウンは1997年7月10日、通商産業省より、川崎市、長野県飯田市、岐阜県とともに第1号の承認を受けた。環境首都を標榜する北九州市の代表的な施設の一つで、日本全国から見学、視察者が訪れる。総合環境コンビナート、響リサイクル団地には、以下の企業、団体等が進出、創業している。他に、リサイクル関連以外の多くの企業も、工場などを構えていて、これらが混在する形になっている。AM ラジオ局のうち民放2社は、敷地内に太陽光発電所を設置する構想を進め、このうち先行した九州朝日放送が実際に稼働している。3社局とも以前地局していた、小倉明地区の都市化が進み、施設も老朽化した影響で平成に入り相次いで移転したもの。エコタウンセンター実証研究エリアでは、大学や企業などが廃棄物処理技術、資源リサイクル、新エネルギーなど様々な環境関連技術の研究のための実証実験を行っている。北九州エコタウンの紹介及び見学の窓口として、北九州市エコタウンセンターが設置されている。なお、エコタウンセンター内には、北九州次世代エネルギーパークが併設されている。ありがとうございます。